パワーゲージも下のその強みのゲージも先方は3なんですけど、対象になると5まで増えるので、かなりこの順番によって必殺技の回数が変わってくると。あ、じゃあ得意なものを対象に持ってくる人は結構多い。そうですね、自分の一番得意として、かつまあ対象向きのキャラというのが対象に強気という形で置きたいところ。じゃがよ、さあ先方戦始まってますが、リードしているのは監督さん。発動コンボ見せる、一点反撃、光剣引っ掛けて投げ外す、うまいですね。光剣の隙にメタルマッサッカーで反撃、投げて、こっちよ、さあデスペアニア5方が入ったが、ドット、あ、量そっからリーチがない。先ほどからこの先方の量が毎回選手されてますね。勝てんなこのキャラ。まだ足りねえと。勝てんか。さあ魂のテリー中堅に持ってきました。ゼロ勝。一木さんまだゼロ勝でございますよ。ああ分かった。ファイト。消えなさい。さあテリーの体力が先方戦で先方マッチャーに削られていく。クラックでディスペア落とす、ぶっ飛ばし追撃して、さあなんとかマッチャーを倒す。さあ余裕がない。いやもうね、ガイアのあるよの声がね、ガイアのあるよのこの全然根拠のないあるよが相当な煽り。さあナコルル、しゃがみ C が短くなって弱体化されたのか。ゲージなくなるのね、ここで。ここで体力逆転、うわっ。さあナコルルも中堅用のコンボをすると、こううまい超ジャンプ見てから、まあまあ果たしてここはコワコワからの、ああ安いけどまあいいや、まあ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 、まあ、バーンが当たらない。おっとクラックが飛びにかかる、ここは商品をパワーしてしまう。ガーチャー漏れるが、超ジャンプの硬直にパワーウェーブ。え、あのまま歯が見てから後転とかできるよね。え、できるよね。さあ一木さんリード、大将珍しくリード。さあゲージ使うの持たないか、ちょっとバーンナックルバストルーフまで。さあクラックがアクタイク、タイクになる。さあレオナはゲージがあるとかなり強力。さあ、違う、ちょっと混乱してる。ダイヤコンボ、おお、バックステで、バーン、バーンとかわしている。さあ、これ反撃がない。ここはイヤリングバック弾が刺して。出し、おっと、発動するゲージがない。この技リーチが。壊し、ENC から発動するが、出し。はい、一撃だがバックダウン食らって大将出されてしまうが、これはレオナの体力はもうあと2割程度でしょう。さあ考える、これは負けた。そういうこと言うから一撃だ、これ負けたら言われるやつです。はあ、エンディエッドは、さあ対空声優、対空だけで勝つのか。うるさい、もう一撃、対空が落とされる、投げから、初勝利は 1K。 感想、はい、今日は挑戦者監督さん、感想をどうぞ。さすが対空戦、対空やったわけ、対空食らってないんで、対空食らってないです、対空させてくれなかったです。はい、またよろしくお願いします。もちろんあのオンラインでもまたぜひ。 ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで勝利が初の初勝利、さあ4戦目でやっとの勝利。小石さんやばいよ、何かとっさにコンボができない、できなかったですね。そう、
バーンナックルって終わってましたね、コンボが。そう、どこのサーティンと。じゃあチャレンジャーの方はお名前と意気込みを。あ、どうもスネークと申します。スネークさん、いつも毎週声優とかのいろいろなイベントを行ってる力を見せていければと思います。どういうことなんだ。声優イベントの力を見せると力になるんですね。声優イベントとファンタイム、まあ、なるほどなるほど。この前のパシフィコのライブ最高でした。あ、中村さんもファンですと。ありがとうございます。じゃあちょっと今回はね向こうを応援するべきですから、まあ、中立ですけど、まあ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 、まあ、ちょっと気分が良くないさあ5試合目ですかね。5試合目ですね。今のところ4戦やって1勝、はい、1勝、勝率は 25%。 はい、あれ、あ、俺選んでよ。失礼。ラモンはですね、一木さん、あの 3B 固めは弱くなりました。ほうほうほう。ペイント固めは弱かったんですけど、ハワード、まあいろいろなんか知らない技が多い、増えてると思います。ランダムでいきます。ああ、ある、ある、これある、 何やればある。あ、そう、先方ギース、あそこに座ってる人本当適当なんですけどさあヤジが飛ぶ。うわー、シップ剣、シップ、シップ、レップ剣は下段で取る。これでいいですね、両使いっぽくて。さあジャンプに当てて、ほら下がる。さあ画面足、何やればいいんだ、分かんない。ここはこうまで開発して、おお、ほら超当てみリバーサル待ってった。今きっちりゲージ減ってましたね。待てる男、うん、待ったー、怖えな。そっか、当てにもあるんだもんな。さあリバーサー超飛バグも治っているか。あ、これ今追撃できたかな。あ、いってないってない。あ、貢献、上は出る。まだまだよ。分からないと言ってる、言ってたラモンには眼攻め。これはこう使って優しく引いてください。これはさすがにかっこいい。おっと、こっちの勝ち。これフィニッシュか。こんな減る。あ、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 逃げージ逃げージ逃げージですね。はあ、減りますな。テリーのコンボなんか安定しないとな。中堅勝負、ラモンの体力は7割程度か、8割程度。バーン刺さって、自分でもわからないような。あ、これ、さあこれですね。これ何、これ投げですね、出し投げ、投げ。ガード不能です、ガードの。さあラモンはあのダッシュの投げがかなり見切りづらいので、ジャンプを置きたくなるが、ジャンプ奥にはぶっ飛ばしが強い。このジャンプ飛ばしは相当優秀。さあ、禁止で暴れてくる。めくり、これは禁止が出ない。これですね、これ確かムーンサルトだかなんだかいう技、これ全く食らってくことがなさそうだ。一木さん、ある、ある、ある。さあまだある。何があるのか。ラモンの体力は8割、友人客。今いいですね、立ち火体育一気さん渋いですね。それはい、 5D。 わー、刻めるか。おー、正面。これはジャンプ C が当たると減る、減る。おっと、ここは起こして仕掛けが出ない。ほら、何これ、お引きずり起こしか出ない。さあ見えない、ムーンサルト、ジャンプ飛ば、最後このままガオーと。ありがとうございます。じゃあ挑戦者の方一言。あ、はい、どうでしょうか、声優イベンター力。帰れ帰れ。イベンター力が。ありがとうございます。ありがとうございます。おいでは続いての挑戦者です。あの男ですよ。
あのところ。じゃあお名前と意気込みを。はい。はい、Kと申します。もういいですか、すみません。はい、実はですね、昨日ネット対戦で、あ、そうですか、Kネット対戦でちょっと対戦してまして、はい、5部チーム戦でお互いやってて、なんかいい感じの5部くらい、おお、じゃあチャンスある。まあ今回ちょっと決着をつけたいと思います。ここで決着をつけると、おお、やるか。やるか。ちょっと色選び込めた。さあ昨日は5部だったのとのことだが、日本対ここは一木さんもさすがにヒット次長。龍子チームできた。ステージセレクト。さあ日本チーム先方は誰で来るか。少しは今日させてくれよ。始めるか。ラウンド1。レディーゴー。今日初強ですね。草薙さんちの強さですか。草薙さんちの強さ。一発目ですね今日。初だ。ただもうあの知ってる今日、今日の昔のイメージってやっぱ、はい、制服じゃないですか。そうですね、そうだいぶ見た目が見た目なんかチャラくなってきた、ね、変わられて。たださっきあの発表されたように、はい、クラシック今日ユニフォームが10月の26日でしたっけ、ダウンロードできるようになってるんで、はい、それを見るとあの今日だ、あクラシック今日は、そうそう、あの若かりしい高校生の今日が見れると。楽しみですね。さあ先鋒戦、一木さんが押しているか。お前発動からの75式で浮かしてからのきっちりワンコンボ投げ外し、吹っ飛ばにゃ体育声優。さあエンディで飛びは飛ばせんぞと。おわっと今のは心の隙間をつきましたね。ボビー牽制からの出し投げ、さあ中堅ユリ来ましたね。両側は飛び道具に対してはアーマーで、そうですね、荒髪と毒髪で取ってきたい。さあ荒髪発動からは NC になってしまう。うまい、めくり気味にはショッパーからのビンタして、これはマックスまで回復するでしょう。さあ一木さんこの表情、心の余裕はない。この表情、一旦ゲームを楽しんで、もっと。さあダイモンの圧がすごい。意外と、さあぶっ飛ばしが強い。フリアフリアとジャンプ飛ばしが怖くて体育も出ない。ヤクドからのデンチ、これは違うです。上位までいろいろあって、いろいろあってユリの体力がもうない。さあ吹っ飛ばフリアフリアと変身、ほとんどジャンプ飛ばしだけで倒された。何このキャラ。対空声優、対空出てないですよ。このカラってやばい。ダイモンの飛ばしには対空が難しいか。いやー、打てると思うんですけどね。ちょっとビクビク。さあ龍神脚で空対空を制す。うまい、飛ばせんぞというエンディ。さあただエンディを振ると今度は地上が通る。上通して、おい、なんだそれ、なんだそれ。ゲタ対空されて、ゴビ、おーっとこれは届くのか。これは偉い、かっこいいコンボ。偉いってなんすか。さあ駒投げ、足はガーキャン前転で切り抜ける。さあこれはプレッシャーがあるか。中段龍神脚ガード、フットバから龍神剣エンディ、いい帽子。さあ大将戦までもつれ込んだ。始めよう。いいですね、今日初ベニマルなんですが、このキャラ相当な強キャラ。
あ、決め目なんですね。雷の力で戦います。ゴライダーからの決め目。さあズラシーからライコー。さあリーチかかったか。飛びが強い。暴れる暴れる。さあ暴れた暴れた。ジャンプ今日が入って一木さん倒れる。チャレンジャーの方、昨日の成果から一言、今日の結果まで。もう今日勝てて嬉しいです。試合目、6試合目でかい。それじゃあ始めるか。空を愛する者たちよ。さあ先方ラブハート。ジャンプ打ってましたね。わけのわからん位置で当たる。ディスクラッシュ上出る。ラブハート今しゃがみ C に飛ばれてもそんなにかくってないんで、やっぱそこまで弱体化目立ってないですね。ディップスラッシュ。さあこれは強で出して、おっとトルがキャンセルできない。そうですね、持続が短い。持続だとキャンセルできないといった先ほど一木さんが起こっていた現象。コアコアでガードをこじ開けたい。あー怖い。ディスラッシュ、これ2段目出すとあれですかね、割り込みが怖いんですかね。そうですね、一気分かってますかね、それ2段目の割り込みが分かってないですね。分かってはいるんですけど、できませんでした。初段で止められると勝利を使って結局探しもらうじゃないですか。当ててはダメなんですか、冗談当てて。冗談のなあのさばきはあれ間に合わなそう。2段目に前ビ無理だね。さあ先方ラブハートバーンナックル刺して、さあ前転は投げ無敵が減っているので投げれる。バーンナックルロックロックユート。ああこれ発動機にこれはフットバン。さあ2段目当たる。このキャラホント。さあどうしたんすか。さあラブハートに怒っているが、ゼリーも相当なキャラクター。おいしい。ここはパワーぶっかけて中堅戦に持ち込む。ああ中堅はイオリか。イオリ強そうなキャラばっか。そんなでもないって。弱キャラ弱キャラ。イオリは弱キャラではない。煽ってくる。さあエンギーから通して、おこれは EX で闇払い。バンナッコバーン引っ掛けてこれ打ち取れない。あごめんなさい。煽りのくらいには無理か。さあ煽りながら試合をしているが、ダイルクリートしたのは一木さん。おっとダッシュパーシがくず風の卓になっている。どうぞ。あごめんなさい。これは反撃できない。エンディーバーンが当たって、さあ全然先飛びになっていない。もうやっとこう。もうやっとこう。ゲージを使ってでも殺したかった。大将を先に出したな、石木さん。さあケンズさん追い込まれた。大将ロバート。ほなやろか。ラウンド4。レディーゴー。足長いこのキャラ。足長いとエンディーを出しながらテリーを褒める。おっと、さあロバート側は2ゲージ3ゲージ溜めたいところ。さあここで発動。なんでそこ立っちゃう。遊撃が飛ばれて、あーこれ危ね。発動コンボかな。これはいい判断だ。まだ残るでしょう。おっと覇王兵庫県漏れしたが反撃もできず。さあバーンはこれは距離か。機械が立ち見たちびとまだある。お見苦しい。何が拍手なのか全然分かんないけど、四季さんのゲージはどうか。ロバート同キャラ4ゲージ半。さあ出る。さあジャンプ飛ばしは空対空一木さん一勝利。さあ発動コンボがノーゲージで刺さるが、これは気が止まる。あごめんなさい。
さい。おっとできるか、さっきはコンボができないと言っていたが、あこれはいった、ガッケージコンボ使え、ガッケージオッケー。おっと一木さんか今のは、あれいや今のは公式ルールで一木さんの負けが確定した。俺何も知らないよ、多分俺っぽい俺じゃないよね、びっくりした。あれやろう、ちょっとなんでフィニッシュ見させてくれないのちょっと感想を、はい、感想、感想ちょっと近いうち100本ありますわなんか100本ガチがあると俺らがやると泥試合によくなるよね、大体すごいことになりますね。ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。ここで念願の2勝目、はい2勝目です。7試合で勝利が2です。次はあの地獄から来た人ですね。お地獄から来た、地獄から来た安藤さんですか。そうです、 K オフゲーマーの地獄から来た安藤です。お久しぶりでございます。一さんはじめまして。ダウト意気込みをぜひ。意気込みは多分このゲー戦っていうかあの酒場で一番弱いのが僕だと思うんで酒場、ま、負けたら一さん引退なんじゃないかな。安藤さんが一番弱いと、これは負けない。俺に負けた前の2人とかどうなってしまうの。せやな。さあキングの姿が見えるが、安藤さんはやっぱアンディ、安藤さんといえばアンディとキングですよね。安藤ボガードといっときは呼ばれていたこのアンディですね。実はちょっと意外だったな。金髪チームだ。ステイスレッド。さあかなり注目の試合、これは負けたら言われるでしょう。でもね、この人はまた強いんですよ、過去作でね、始めるか、ほんとひどい目にあってきたからな。おお、いきなりベノムストライク。さあ、ベノムストライク、ベノムストライク、ベノムストライク。さあ、パコーケン入って、クラがキャンセルできる、トリノキック長い。福太鼓は一木さん、まだまだかぶせてかぶせて、スライディングで入れ替える。まだまだ、さあ怪しい怪しい、まだまだ上を取ってこう。あーおっとサプライズローズが何やる、何だよ、何ですかね、前の手刀を振り下ろしたところのサプライズローズ当たるかと思いきや交錯しましたね、とクロス交錯しましたが、何だったんだろう、接触判定がずれたかですかね。思わず断裂拳やったけど、あんなのやってもさあこれは思ってなかった勝ち方、チップブラシック足、いいタイミングだが、おお勝てみ、今だ昇竜読みの女王のハーテミ、ップ上は出る、さあ下段下段、おっとこれは先方のゲームが発動してしまう。今のは漏れたか、さあさっきボタン設定で漏れるって言ってたんで、ね、ボタン設定直してたつもりだけど発動してしまった、後で見直そう。さあ中堅、やばい、低めの、さあギースの体力相当回復してしまって、これはサウスタンのラスボス対ジンコ、おっと今の足の前はそれっぽい、また3番目のコンボやっちゃった、おーこい仕上がしレップ、さあシップ、さあ曲がかっこいい、あーこれはレイジが当たるでしょう、めちゃめちゃ減って、さあ前へ生、おーっとシップ休むんだ、シップ足払い予選したなギース、地獄から来た安藤が大将先に、やばいでこれ、あれは専用曲だったんですね、あ確かに、あこれ分かんないな、
スカーロバート対ギース。ここは MP 呼びの中段当て身。当て身を使っていくが、これはゲージを回収して、こっちで、おっと、これでかい。これは油断したか、出ない。こっちでしょ、ライフォーまで決めて。さあ体力若干奪われてしまったが、ゲージ状況が良くない。あ、俺あのコンボしかできないから。さあ来ました、アンド・アンディエ。さあどんな動きをするか。単影剣で移動する。すごい移動。さあ飛び道具の打ち合いでは五分か。残影剣の移動性能が半端じゃない。これは勝利です。勝って圧倒を見せる残影剣アシュライ。さあこの EX 射剣遅いんですが、離れれば消えます。おそらく一木さんは知らないでしょう。さあ突破し苦しい。さあダッシュを通して、お前全然の硬直でこれしかできないんだ。いやいいです、それで十分減って。さあ2ゲージ。さあ安藤さんのゲージが、が入れ込みで漏れてしまう。召喚で残り10秒発動して。危ねえ、危ねえ。アブさん一言お願いします。いや、一木さんも強くなったな。ありがとうございます、安藤さん。さあ初対面と言いつつも強くなったなと。ありがとうございます。よくから来た安藤さんでした。じゃあ次の試合で、はい、この配信も、もう時間も、はい、あれなんで ね、最後ということで。はい、この試合は、では、最後になります。はい、挑戦者の方、前へどうぞ。あれなんかもう、もうなんか、その T シャツあれさっきもらった T シャツを着てると。着替えていらっしゃるという。さっきもらった T シャツですね。春英 T ですね。おメンバーさあ、お名前とじゃあ。リンクのラストオーダー。はい、高校です。高校さん。高校さん。意気込みはですね、もう数年前にね、一撃で C を消した相手なんですけど、はい、まあ、その時は僕が勝ってるんで、今回も僕が勝ちたいと思います。一撃で C を消したと。あ、俺もよやりました。一撃っていうのを配信でやったんですよね。はい、そうですね、最新ですよね。やりました。その時にはコウコさんが勝っていると。お、じゃあリベンジを。じゃあ一番手にリベンジをね。今日の準優勝者なんで、勝てばもう優勝王手みたいなもんなんでね。この拳に。さあ最後の一戦はかなりガチンコ勝利を。これがコウコさんの本キャラ。コウコさんベニマル入ってますね。先ほどチーム戦ではイオリチーム。そうですね。あ、いや俺待った今のところこのチーム。ベニマル、キム、シュンエイと、なかなか主人公級のキャラクターが揃ったチーム。さあ最後の一戦、さあラストバトルです。4勝目なるか。テコンドーの真髄始めんだ。お見せしましょう。ラウンド1テポキム。さあ漏れてしまって着地を取る。何でおっと、さあ一木さんかぶせて動きが早い。だいぶねこの後半になって一木さんの量が切れてきてますね。ああ、釣られた、釣られた。おっと、あった。さあ今飛翔脚で昇竜拳を することができるので、かなり対空声優としての対空が生きない組み合わせ。おっと、これは送らせて投げて一撃返るが、アンケートが刺さる。これ刺さるとコンボが当たる。おっと、おっと、あった。エンディ、これ対空性能相当強い。中段は発動してしまっているので安い。取る。おっと取って昇竜からのストバー。
貢献。これは何呼びか冗談酒さばきで足バレを刺して高校さんが選手。Hey, come on! Round two! Ready? Go! Ready? Go! うまいっすね、バンナックのセンター当てがやり込みを感じる距離感。わぁ、ちょっと…わかんねえ。やらさして、ペリーが中段を食らって、これを食らうとコンボがでかい。メリチョギ、メリチョギは届かないが、さあ、怖い。エシキさんは吹っ飛ばしで死ぬと言ってるのに使わない。死ぬって言ったでしょさっき。いや、なんかしのぐのに必死。さあ、ゲージを惜しんで大将先に出されてしまう。ゲンザン、さあ、しゃがし対空を釣られてしまう。さあ、飛翔脚でゲージを貯めて次につなげたいココさん。ただキムは2ゲージあればおそらく体力的にもかなり倒せる体力なんじゃないでしょうか。発動、これは倒しておきたい。おっと、落ちるか、待って、言えんだ。さすがにと、あるよ。そうですね、客席からあるよコールが出ました。あるよ、あるよ、始めよう。あるよ、あおってる。どいつもこいつも。さあ、どいつもこいつもと怒っているが、雷神拳が強い。おっと、うまい。雷神拳に目の前でレユトランプを引っ込む。ことがないんじゃ。さあ、これで体力は追いつくが、相手は中堅。おー、うまっ。着手で、ね、分かんなかった。雷神拳、流撃拳、はさあ、石木さんの体力が残りわずか。ワンコンボで死んでしまうが、しゃがみ火が入った瞬間に死ぬ。投げて、おお、ジャンプットマン。さあ、大将を出させるか。ガスのフットマン。あー、ごめんなさい。おっと、これはですよね。さあ、勝ったらココさん、一言お願いします。ありがとうございました。いや、春英見せたかったな。春英を出したかったと。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。